10年後、20年後のね、未来を過ごせる、私はね、審判じゃないといけないと思ってる。ぜひともね、皆さん、有権者の方々、あとね、1週間、あと1週間後に、選挙があります。まあね、決裁投票もされる方もおられると思うけども、とにかくこの1週間で、果たして、今出てる、立候補者の方々が本当に有権者の一人一人、そして10年後20年後有権者の方々のお孫さんお子さんのことを見ている人なのか考えている人なのか、これはね、判断してほしい。政党で選ぶんじゃなくて個々人の立候補者個々人で選んでほしい。ぜひともこれをお願いしたい。でね、ついでに言っちゃうと、ね、解散前のね、また出てくるかもわかんないけども、解散前の、与野党国会、どうだったかと私から見れば、与党、ね、これ問題になってる。裏金問題。そしてね、野党も、与党を否定してる。野田もね、与党を否定してるけども、非難するけども、結局ね、政治資金パーティー、これをね、